各務原市に住む大曽根さんのお宅。ガレージの上に置かれていたのは太陽光発電に使うパネルです。今年9月にガレージの工事と発電システムの設置を合わせて行いました。ちょっと車止めるところがもうここしかなかったので、まあ、ここにもう一台止めれるようにしたいというところから、いろいろ話を聞いたんですけれども、まあ、いっそのことガレージの上に太陽光パネルを乗っければかかったお金もある程度戻ってくるし、せっかくだったらそういうふうにやられたらどうですかっていう話をいただいて。かかったお金も戻ってくるとはどういうことでしょうか。1台の車が到着しました。降りてきたのは各務原市の電気工事業片岡電工の社長片岡浩二さん。太陽光パネル付きガレージの設計やプランの提案などを行いました。これは私たちが、ゼロ円ガレージと呼んでいるもので、強い強度の、鉄骨でですね、ガレージを作って、その上に太陽光パネルを乗せて、光熱費であったり、あとこれにかかる設置費用、すべてを太陽光の売電収入とかで賄っていこうっていう計画です。だいたい300万円前後かかるのが一般的です。それでだいたい 12,3 年で回収ができるっていうのが基本的な考え方です。ガレージを建てたいけど建てられない、なかなか費用そこまでこうかけられないなっていう人が結構、まあ私も含めてですね、いたもんですから。今年3月から始まったゼロ円ガレージ、設置されたのはまだ大曽根さんのお宅だけですが、すでにおよそ10件の設置の依頼を受けています。片岡電工の本社、1991年の創業で従業員数15名、岐阜県内を中心に幅広く電気工事の依頼を受けています。この日、片岡さんのもとを2人の男性が訪ねてきました。これが実現するとすっげえコストがあるね。そうですね、うん、ここのつなぎがうまくなんか簡単に接続できていけば楽ね。岐阜市の塗装業太陽塗装の早川信也社長と、あの鉄骨に3台用で、各務原市の鉄工業真崎鉄工の真崎隆二社長です。私たちはこのゼロ円ガレージを販売するあの仲間でもあって、一緒に企画をしたりとか一緒に新しいこう何か作っていこうみたいなことをやってるので、誰かが調査に行ってでこんな状況だったよっていう情報を共有して企画を進めていくと。それであの最初にこうその注文を取ってきた人間ができた企画書を持って提案に行くと。他に建設業者と造園業者を合わせた5つの中小企業がタッグを組み、それぞれの専門技術を生かしてゼロ円ガレージを作り上げているのです。やっぱ各々の業種だけをやっててもそこから新しい広がりってなかなか生まれにくいんですよ。タッグを組むことで生まれる企画っていうのはやっぱ出てくると思うんですけど、その中の一つとしてこう、まあみんながこう携われる形というのの一つの形っていうのがこのゼロ円ガレージってことになりますね。自分なりにどういったものを売っていこうとか、どういうお客さんに切り込んでいこうとか売り込んでいこうということをずっと考えてたんですけど、大概は想像だけで終わってしまうというか、一人でやってる時のはるかに数十倍ぐらいの勢いで物事に取り組むことができて、正直今楽しくて仕方がないという感じなんですけど。お客様はそれぞれこういろいろな何ていうんですかね、条件があると思いますね。でその条件の中で、どうやったらゼロ円になるかなっていうことをいろいろな異業種の人間とこう考えることができると。それで、お客様のメリットは、いろんな業種の知恵を結集したものが、享受できるよということ、それがゼロ円だということです。高校卒業後に家業の片岡電工に入り、2014年に父親から社長の座を継いだ片岡さん。なぜ他社と手を組んで新たな事業を始めたのか、成功への分岐点に迫ります。ターニングポイント。電気工事の設計会社があったんですね。その設計会社の下請けで
はい、まあ、そこの仕事 99% ぐらいやってるような下請け会社で私が入った当初はそんな感じでした。こう大変不安定な経営状況というか、まあ、マイナスばっかりだったんですけどね、落ちていくっていう感じがイメージできる会社でしたね。誰かのこうおかげでなんかこう仕事できてるようじゃなくて、自分たちの力でなんかやれるようにならないとこれから先ちょっと難しいなとか将来描けないなって、自分自身ではできることが限られてるので、いろんな人たちの力をお借りして一つのものを何か作っていくっていうことにすごく注力するように努力してたんですね。で、いろんな人と会うようになって、本当に信頼できる仲間ができたことが大きなポイントだと思います。はい、それからもうすごく変わっていったんだと思う。端島郡岐南町、ここに今年10月にオープンしたスモナビという店があります。店内には片岡さんの姿がありました。一体何の店なのか。地域の工務店さんを、お家を建てたいなと思って見える方に、ご紹介をしてですね、どんな工法で建てるよとか、どれぐらいの価格で建てれるよとかですね、その工務店さんの特色とかそういったものをですね、ヒアリングをさせていただいて、ベストマッチングじゃないかっていう工務店さんを紹介するっていう無料相談0円でお客様には一切お金はかからない。建築会社さんにご紹介をさせていただいて、建築会社さんから成功報酬みたいな形で、フィーをいただくような形になってます。中小企業の工務店さんが伸びるお手伝いができればと思うんです。私は電気工事屋なので、そこでまたね、本当にいい工務店さんとお仕事がいっぱいできるようになるといいなと思って。提携する工務店は現在およそ60社、岐阜県内の造園業などの経営者3人とともにスモナビを立ち上げ、県内に4店舗を展開しています。地域のこうみんなが元気になるために建設業はやっぱ頑張ってほしいと思ってまして、そのためにその工務店さんの活性化に何かこう努力できないかなというところから、私はこれをやりたいと。みんなの力があるから私もこれから先にもきっと頑張っていけるだろうなと思っています。で、私とまた一緒に手を組んでくれる方とかですね、そういった方たちとさらに新たな仲間をこう募って、本当に日本全国にね、元気になってもらえるような、中小企業の後継者でありたいと思います。中小の電気工事業者の多くは提案力や信用力の格差から大手の電力会社やハウスメーカーに受注を依存しています。下請け構造の中で大幅な値引きや短い納期、そして激しい企業間競争にさらされ厳しい経営環境に置かれているのです。ご覧いただいた片岡社長は下請け構造から脱却したいと考え、同じ思いの企業同士が手を組むことで提案商品の開発に成功しました。突き抜ける発想で厳しい経営環境から脱却し、足りない要素は他社との連携で補い、営業の最前線に立ったことが成功への分岐点になったと言えるでしょう。